試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦、3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし、今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。くらえ南葛、これが俺の。やはり日向君も初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。日向くんのタイガーショット、すさまじい威力だ。キーパーからのリスタートです。パスを回す。南葛ここで作戦を変えてきました。日向くんパスを回す。ここはパスを出した。翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。タックルも決めた。長野くん、ここはパスを出した。鋭い。たけし、日向くんにパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ここはパスを出した。長野くん、激しいタックルかわして振り切った。南葛、この作戦指示が功を奏するか。ここはパスを出した。タック君、パスを出した。小池君、タックルも決めた。反町君、センターラインを越えて攻め込む。それそれそれ、パスを回す。それ小池君、タックルも決めた。翼君、ボールダッシュ成功。パスを出します。狙いすましたパスを送る。ゴールラインを越えてしまった。東邦ゴールキックで仕切り直します。南葛、この作戦的な功を奏するか。ここで作戦を変えてきました。ここでパスカット。このタックルは不発に終わります。翼くん、これは南米式のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。中本くん、そんな激しいタックル。翼くん、ボールは友達、渡しません。翼くん、ここは抜かせません。タッチ、パスを出します。キスギくん、ダイレクトでパス。翼くん、タックルも決めた。体ごとぶつかっていった。ダメだ、止められない。見たか、行けー。いいぞ、これがタイガーショットだ。森崎くん、このシュートに反応している。さあ
ボールを抑えた。それ、キスギ。沢田君、ボールを奪うことができません。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。翼君、パスを出します。小池君、ここで止めた。いのり君、ここは抜かせません。パスを出します。ここはパスを出した。ワンタッチで送る。翼君、これは南米式のドリブルだ。渾身のシュート。ダイブシュートだ。飛んだ。若島津君、ボールはまだ生きている。パス、これは通った。杉君、一段のシュートでゴールを狙う。空手キーパー若島津、ここにあり。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。翼、伊沢君、ダイレクトでパス。はい、このタックルは空手に終わります。ワンタッチで送る。かわして振り切った。このクロスは通るか。長野君、クロスに合わせに行く。カウントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。このスルーパスは通るか。サイブ君、ボールを奪うことができません。さあ、ゴール前です。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。これは聖剣ディフェンスだ。カウントキック、どこまで運べるか。翼、ダイレクトでパス。それ、サイブ君、激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝負の一撃を狙うか。横にかわして突破。ここからチャンスを作れるか。このクロスは通るか。ヒューガ君、クロスに合わせに行く。南葛、ここで作戦を変えてきました。それ。翼君、パスを出します。キスギ君、このタックルは不発に終わります。ミオリ君、激しいタックル。はっ、いけ。翼君、ボールは友達渡しません。両雄、ここで激突。空中でぶつかり合う。翼君、この対決をものにした。キャッチ、そして一回転。ハントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。小池くん、激しいタックル。キスギくん、シュートまで持ち込めるか。渾身のシュート。さあ、オールドバックホーム、キーパーごと押し込んだ。キスギやったぞ。ゴールを決めました。いけ。どうだ。これはゴボールだ。南葛、これがタイガーショット。ゴールに飛びつく。ゴール隅に突き刺さった。同点。信頼してくれるみんなのために勝つ。来い翼、来い。ドライブシュート。ボールを奪うことができません。翼君、ボールは友達渡しません。翼君、パスを回す。ドリブルで突破。シュートまで持ち込めるか。力を上げて強烈でシュート。若島津君、横飛びでキャッチ。カウントキック、どこまで運べるか。南葛、この作戦指示が功を奏するか。高木君、スルーパスを狙う。高島君、ゴールを奪った。ドリブルで突破。そら、伊沢君、ここは抜かせません。小池くん、ボールを奪うことができません。これはタッチを割ります。南葛、ここでスローインを得ました。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。これはロングスローだ。河辺くん、パスを回す。ここはパスを出した。高杉くん、ボールダッシュ成功。パスを出します。沢田君、激しいタックル。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。
バサ君、お箱はヒールリフトだ。カズ君、スルーパスを狙う。翼君、お箱注目の決勝戦。翼君とヒューガ君の対決感があった前半は両者譲らず同点で折り返します。熱い前半戦の攻防でしたが、後半はさらなるヒートアップが予想されます。おい翼、イヌシだ、イヌシに運ぶぞ。先生、急に足が痛み出した。当たり前だ、あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレーしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても本当に後悔しないのか、翼。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えてもこれが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。わかった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな翼。はい。おい翼、大丈夫か。うん、大丈夫。治療もしてきたし後半もいけるよ。そうか、よかった。けどあんまり無理するなよ、俺たちのこと頼ってくれていいんだからな。ふん、ありがとう石崎君。南葛市に引っ越してきて初めての友達が石崎君だったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは石崎君がこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いやごめん。さあ後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな、俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな前半はよくやった、後半もこのままの調子でキャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督もヒューガさんを認めてくれた。
よし行くぜ後半戦。あ、東方初優勝果たそうぜ。キックオフで後半スタート。翼くん、ここはパスを出した。敵陣へ攻め込む。ここからシュートを持っていく。シュートだ。これは反応しているぞ。キャッチ、そして一回転。それ、ここで奪った。それよ沢田君、ここは好きにさせません。素早く横にかわす。それ、ここはパスを出した。よし、激しいタックル。いけ、決まった。沢田君、ボールを奪った。伊沢君、もらったぞ。他は抜かせません。どうだ、決まった。キスギ、南葛、ここで作戦を変えてきました。キスギ君、パスを回す。よっしゃ、ボール奪取成功。体ごとぶつかっていった。岩見君、激しいタックル。パスを回す。キスギ君、パスを出します。翼君、ここはパスを出した。いけ、横をすり抜けた。長野君、シュートだ。このゴールでついにやった。決めた。パスを出します。小池君、ボールを奪うことができません。沢田君、激しいタックル。ここにかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。南葛、この作戦指示が功を奏するか。これは戦い方を変えてきたようです。パスを回す。南葛、この作戦指示が功を奏するか。翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ、俺たちの夢に向かって。キスギ君、ワンタッチで送る。南葛、この作戦指示が功を奏するか。ここはパスを出した。今井君、ボールを狙うも届かない。翼君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。ああ、体とぶつかっていった。高島君、右へパスを送る。シナノ君、横にかわして突破。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。中杉君、ここは抜かせません。それ、ここはパスを出した。長野君、あとドリブルを見送る。岩見君、パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。ここは好きにさせません。伊勢君、ここは抜かせません。翼君、お箱のヒールリフトだ。翼君、パスを回す。すでに後半も半分が経過。それ、ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。カウントキックで大きく蹴り出した。澤田君、左へパス。ボールがタッチを割りました。南葛、この位置からのスローイン。それ、ワンタッチで送る。それ、それ。よし、くらえ。ここでタイガー、これがタイガーショットだ。これは逃げないと。キーパー絶対に体を使いでこれを止めた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。それ、
パスを回す。敵陣へ攻め込みます。木杉君、ここはパスを出した。長野君、スペースにパスを出した。いけ。さあカウンターだ。沢田君、素早く横にかわす。柴野君、ボールを狙うも通さない。翼君、激しいタックル。これは南米式のドリブルだ。チャージが決まった。森本君、激しいタックル。なんかつゴール前の壁を突破できるか。翼君、必殺のシュートを放った。このボールに飛びつく若島津君、ボールはまだ生きている。長野君、ここは抜かせません。翼君、パスを出します。木杉、さあゴール前です。木杉君、ゴールを狙う。森松君、パスを出します。よっしゃ、これはゴール抜きだ。南葛、ドラベルの戦い方を変えてきたようです。敵陣へ攻め込みます。キュー君、タイガーショットだ。横手が鋭く反応。このゴールで見たか、これが俺の力だ。ダメだ、ホベルト、もう体が。どうした翼君、動きが鈍いぞ。翼、小池君、激しいタック。翼よ、こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、翼！行くぞ翼、最後の勝負だ。ヒューガ君、翼君にタイガーショット。満身創痍の翼君、大丈夫なのか。ヒューガ君、そうだ、俺はまだ終われないんだ。翼君、プレーを再開。まさにフェニックスだ。行け。ここはパスを出した。それは、それ小池君、スライディングでカット。ドライブシュートで優勝を決めるんだ。パスを回す。ここはパスを出した。パスを出します。小池君、ボールを奪うことができません。伊沢君、ダイレクトでパス。敵陣へ攻め込みます。後半もすでに30分が経過。ここからゴールが生まれるのか。横をすり抜けた。チャンスが決まった。木杉君、ここからチャンスを作れるか。木杉、狙いすましたパスを受け、シュートを放った。小池君、ボールを持った。ここはパスを出した。見たか、ヒューガ君、邪魔だ。次々にかわしていく。ヤカゾト君、激しいタックル。前後半60分、すさまじい死闘も両者決着つかず。全国大会決勝、南葛対東邦はこの後前後半の延長戦に入ります。さあ、みんな、延長戦だね。翼、大丈夫なのか。翼、残念だがこれ以上の出場を認めるわけにはいかん。先生。翼、
先生の言う通りだ。お前はここまで本当によくやった。あとはみんなに任せて怪我の治療に専念するんだ。そうだ翼、これ以上の試合出場は医者として認めるわけにはいかん。さあ一緒に医務室に行こう。先生、先生は俺と約束したはずですよ。俺はまだグラウンドに倒れたわけじゃありません。翼、限界まで頼みます。この肉体の限界まで行かせてください。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。あの時俺の体はまだ限界には達してなかったんです。それを知らせてくれたヒューガ君のためにも俺はこの後も試合に出場して戦わなくちゃならないんです。俺は延長戦にも出ます。翼、しかし先生、最後まで翼と一緒にプレーさせてください。石崎君。監督、先生、俺たちからもお願いします。翼が全く動けなくなってチームの足を引っ張るようになったなら、その時は俺たちが交代させます。でも今はまだ翼が必要なんです。みんな分かった。お前たちを信じよう。監督、ありがとうございます。さあ翼、ベンチに戻って休め。それでまた少しは体力が回復するはずさ。石崎君、最後まで一緒に V3 を、俺たちの夢を最後まで一緒に目指そうぜな、翼。うん。マネージャー、翼君、この後も延長戦も頑張ってね。はい、キャプテンマーク。うん、ありがとう。うん。俺はちょっとドライブシュートに頼りすぎてたみたいだ。ドライブシュートに頼っていたということは、俺はまだロベルトに頼っていたということなんだ。ドリブルにしてもパスにしても、そしてこのドライブシュートにしても、ロベルトに教わった技、それを俺は忠実にこなしてきただけじゃないのか。ロベルトだけじゃない、美咲君に、若林君に、石崎君に、イレブンのみんな、マネージャー、みんなに助けてもらいながら俺はここまで来た。でもこれからは一人大会 V3 を成し遂げ、ブラジルに旅立つ俺は一人なんだ。みんなありがとう。今まで本当にありがとう。大空翼、15歳、日本での最後のゴールを決め旅立ちます。さあ延長戦開始です。はっ、伸ばして振り切った。激しいタックル、ここでパスカット。おっと、攻守交代だ。そら、いけ、パスを回す。島野くん、ボールを狙う。このボール、ゴールまで渡すものか。ここからシュートに持っていく。ドライブ、俺は負けねえ。ここからゴールだ。タイガーショットだ。これが最後のシュートだ。マリン、翼に何か
活に優勝させてたまるか。止めた。ヒューガ君が若島津君をキャッチ、守り切りました。東邦学園南葛得点ならず。翼、まさか一人で。これはタッチ終わります。初めて会った、あの時みたいに。よし、これをトラップ。伊沢君、それ横にかわして突破。木杉君、パスを出します。それファインプレー。カウントキックで大きく蹴り出した。チャージが決まった。パスを出します。あっと、ドリブルは見送る。ここはパスを出した。タク君、ワンタッチで送る。これを見ろ。ヒットのシュートを放った。このシュートを体で止めるつもりだ。あっと、ブロックを粉砕。パスを受けた。スタリン、ゴールを狙う。若島津君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。いけ、ここでパスカット。タク君、ここはパスを出した。キスギ君、パスを出す。山本とぶつかっていった。高島君、ここはパスを出した。ソリオ君、チャンスが決まった。ここはパスを出した。いけ、タク君、パスを出します。カーブ、激しいタックル。ヒューガさん、伊沢君、キスギ、パスを出します。サムライ、カーブ、ここで止めた。伊沢君、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。あーと、ドリブルを見送る。チャージが決まった。伊沢君、激しいタックル。それ、翼君、パスを待つ。ウルタ君、チャージが決まった。カーブ君、ボールを奪うことができません。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利。ここで延長前半終了。依然両者譲らず。この死闘を制するのは果たしてどちらか。翼、もう限界だ。お前の体をこれ以上酷使することはできん。監督、俺はまだできます。翼、いい加減にしないか。先生まで。なんでそこまでして戦う必要があるんだ。お前の本当の夢は南葛 V3 ではなく、ブラジルへ渡って世界一のサッカー選手になることのはずだ。そうです。だから戦うんです。その大きな夢のためにも今の俺は負けられない。戦わなくちゃ、勝たなくちゃならないんです。翼、出させてあげてください。え、翼くんを出させてあげてください。勝つことより負けることより、翼くんにとってサッカーができないことが一番辛いんです。翼くんからサッカーを取り上げないでください。マネージャー中澤、全ての責任は俺自身が取ります。この試合で俺は死んだって構わない。大空翼がこんなところでくたばってしまうやつなら、ブラジルへの夢も日本のワールドカップ優勝も世界一のサッカー選手になることも
そんな夢は全て叶いっこないんだ。翼、翼くん。みんな、俺は後半も。ああ、後半も一緒に戦おうぜ翼。ここまで来たんだ、俺たちは最後まで一緒さ。試合終了まで一緒に頑張ろうぜキャプテン。ここまで来たらもう何も言うことはない。悔いの残らないよう精一杯戦うんだ。はい。ヒューガ。はい。お前を出場させた時点でこのゲームはお前に預けている。頼むぞ。翼くん、パスを回す。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。これを見ろ。からシュートに持っていく。ドライブシュートだ。飛び立った。これはキャッチできない。ここからセンタリング。キスリ君、クロスに合わせに行く。聖剣突きでボールを止めた。ハントキック、どこまで運べるか。高杉くん、ワンタッチで送る。小池くん、ボールを狙うも届かない。島野くん、ボールダッシュ成功。反町くん、パスを出します。もらった。小田くん、タックルを決めた。池くん、ボールを狙うも届かない。ここはパスを出した。橋くん、必殺のシュートを放った。このシュートを体で止めるつもりだ。あと、このボールをブロック。チャージが決まった。橋くん、シュートを放った。ここでボールを受けます。橋くん、ゴール前に上げた。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。キスリ君、ボールも蹴り出した。これはキャッチできない。河辺君、こぼれ球をキープ。体ごとぶつかっていった。キスリ君、ゴール前に上げた。これを止めるのはキリスだ。キーパー止められない。このゴール、俺たちの闘志を見たか。このまま負けるのか。また俺は翼に負けるのか。マジ君、素早く横にかわす。ならば、大空翼になれないならば、俺は俺の日向小次郎のサッカーを貫くしかない。お前に負けるのはもうたくさんだ。パスを回す。それ、スライディングで止めた。高島君、ミートを出します。ここで止めた。いけ、パスを出します。ダイレクトでパス。それよ。あと、ドリブルを見送る。翼くん、ゴールを狙う。サントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。スミくん、パスを回す。狙いすましたパスを送る。高島くん、パスを回す。翼くん、ここは抜かせません。ここはパスを出した。ここで試合終了。灼熱の死闘、ついに決着。南葛、全国大会 V3 達成。最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局、一度も勝てなかった。
いや、試合後半決定的チャンス、俺にタイガーショットをぶつけずにそのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば東方が優勝していたはずだよ。翼、俺に打ってくれたおかげで俺はここまで悔いなく戦い抜くことができたんだ。翼、確かにそうだな。チームの勝利の前にやはり俺はお前との勝負を選んでしまった。やっぱり俺は東方キャプテン失格だ。キャプテン、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。翼、どうして俺がお前に及ばなかったのか今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなくもっと大きな目標を目指していたら、もしかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんなありがとう、ありがとう、みんな。翼、翼くん。マネージャー、大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとう、マネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなかった。3年前湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼、ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。